一種高校柔道場のモデルとなった伊勢、高校柔道場、井手獣は、森田医師により2002年より2005年まで、週刊少年サンデーに連載されていた漫画。単行本は、全13巻。県立一種高柔道部物語、井手獣が正式名称だが、一般的には、井手獣として親しまれている。主人公とその仲間が猛練習を積み、 幾多の実践を乗り越えて日本一を目指すといったありふれた柔道漫画ではなく主人公たちの何気ない日常を主として描いたほのぼのラブギャグ漫画というのが作者の心情であり主人公が1年生ながら柔道部部長に就任してから3年生になって部を引退するまでの日常が描かれている舞台となっている一種高校のモデルは作者自身の母校 三重県立伊勢高等学校であり、高校名もその文字リであり、同校の校舎や運動場などが作中に描かれている。喧嘩随一の進学校、医師高校の柔道部はかつて名高い名門であったが、この数年ですっかり廃れてしまい、林田亀太郎たちが入部する頃には2年生部員がいない状況で、廃部目前であった。 引退する三年生から首相に指名された林田は部の再建に努めるが、全員一年生の部員は、初心者だけで、早々に四人が辞めてしまう。残された部員たちはスケベ男、河村、謎大きちょんまげ男、藤原、暴走怪物男、三浦、変態気候師、東など、問題児ばかり。そこに、林田の憧れの人、森桃里とその友人。 綾川一吾が入部し、さらに新入生も入部する。登場人物のほとんどは実在の人物をモデルとしている。作中に登場する教師は、作者の森大使にとって印象深かった伊勢高校の教師であるという。一年二年三年新一年二年新新一年柔道部関係者、林田らの同級生中山の友人入学初日に欠席し、 どこのグループにも入れていなかった中山作美をグループに入れてあげた。三人とも同じ中学出身。イズル高七大巨乳川村らがメンバーのイズル高七大巨乳選定委員会が趣味で選んでいる。なお、新一年生は中山が C 組、ぐちが A 組だと柔道部新入部員歓迎会の自己紹介で言っている。新一年生と 新二年生のクラスは不明。漫画家の荒川ひろむが第十巻に特別一ページ漫画を寄稿している。出てくるキャラはラーメンを食べに行く荒川自身と森桃里の父、桃地のみ。ちなみに、この展開はその後の本編で続きとなって描かれた。ありがとうございます。